ではいきましょう。ここから動画撮影もしていきます。お願いします。アップゲームを置いて2試合目、ミックスの方はボディーコンタクトなしでいきましょう。お願いします。まずはビブチームが長いボールです。これは黄色チームが見送ってキーパーボールにします。さあミックスの前半2試合目、黄色チームが間を通したボールをうまくタッチゲットしたのは黄色。さあドリブル持ちながら前はいけないんで握ります。縦通したボール引き取ってからもう一回やり直し、下げてもう一回、さあ前からチェイシング1枚、間を取って左へ展開、間を置くかな、引きつけながら縦送ったボールは収まります。中央を取って黄色、当たったボールはビブヤシゲット回収。さあゲットしたのはビブヤシ、縦収まります、右サイド間通して中央からビブナッシュシュートブロック、これ切りました。さあまずは1本シュートを狙うのはビブナッシュ、下げてビブナッシュ、間通して縦戻しクロスを送りたいがこれはキーパーになります、惜しい。さあゲットして、さあフリック左サイド上がらせます。さあカウンター押し込んでいきたいのは黄色チーム、いやオッケーです。グランダーでまずは1点黄色チームがゲットです。真ん中で行きましょうか。セットして真ん中から行きましょう。あざす。さあ、6分のゲーム、キーパー2分交代でやっていきます。行きましょう。1分半弱経過して、まずは1点黄色チームがゲットします。さあ、ビブなしから。さあ、まだまだ時間はたっぷり取り返していきたいビブなし。下げて後ろ。アイデアを使う。フォアも広がりありますが、持ち替えをしてディフェンダーを狙っていきます。左ヘッド預け。声かけて後ろもあります。持ち替えてもう一回やり直し。ビブナッシュ間取らない、黄色ブロック欲しい、ゲットしたら黄色、反転前を向きたいがディフェンダーついてます。さあ持ち出してドリブルで運びます。当てたボールはサイドからやり直し。さあ黄色チームです。さあ2点目を狙うのは黄色チーム、左から長いボールはナイスカット、キーパー変わりましょうか。先にキーパー変わりましょう。両チーム次のキーパーでいきましょう。 OK。 さあ2分が経過して残りは4分、1対0の黄色チームのリード、黄色からやり直し、ゲット黄色、左へ預けます、戻して中央、黄色チーム間フリックはブロックにあります。こぼれをゲットしたらビビアチーム狙ってますんで、ボールを握りながらうまくサポートもしたい。前から追ってくるのは黄色チーム、間通したボールは黄色ゲット、かき出したボールはビビアチが回収し直し、さあゲットしたら見直し、ためながら右サイド預け、裏も動き出しがありますが持っていけないんで、ボールをしっかりと握ってから一旦下げます。ビビアチ左へ受け取って前スペース持ち出しから間マイナスから落とし、わーブロック欲しい、これしっかりと切っていきます。サイドからいきましょう。さあビブナシチームから再開です。近いところ戻し、左はちょっと伸びたがなんとか収めて中央に戻します。ナイス、持ってから右足、右サイドで展開、フォアも1枚余りがあります、うまく使いたいがちょっとボールがずれました。切れてサイドからいきましょう。惜しい。3分経過、残りは3分、黄色チームです。さあ黄色のサイドから預ける、右サイド寄ってきます、ディフェンダー1枚持ち替えて、間が開くかな、左へ戻します、ゲット。縦、収まります。さあ、うまく対応したいが、これはビブナシがよく戻ってました、ナイス。さあ、書き出して左へ伸びました、惜しい。サイドから黄色チームで再開します。さあ、黄色チームから再開。下げて後ろ、黄色。左が降りてきます。持って黄色、もう一回真ん中預け。戻して中央。預けて右。さあ、まあ一枚抜け出す動きですが、これで収まります。もう一回やり直し。フォア広がり。いやー、いいボールだ。が惜しい。ビブナシがあった。惜しい。回収して、ビブナシ。さあ、一旦落としてから左右を見ます。左サイドに預けます。少し電卓が寄ってきますんで、うまくボールを預けて、もう一回やり直し。右へ展開。間、取らない。うまく預けて、ビブナシが中央。右サイド切れました。キーパー変わりましょうか。キーパー、次の番号しましょう。いいかな。OK。4分経過、残りは2分。黄色チームから再開です。さあ、1サイドのリードは黄色チームです。左から黄色。間、通したボールは台で合わせましたが、これは枠の外、惜しい。ビブナシチームから再開します。さあ、1点返しに行きたいのはビブナシチーム。シュートを狙いに行きたいぞ。キーパーから再開します。さあ、近いところを預けてビブナシチームです。寄ってくるね、真ん中預け。戻して間。これは通らず黄色がブロック。左預けたボール、黄色チーム。下げてからやり直し。前は開かないんで、握ってから、これで反転前へ向く。縦は取らない。ブロックナイス。しかし、こぼれをゲットして、黄色もう一回。縦は残ってるかな。残してライン上、黄色チーム。また抜けない。ビブナシゲット。さあ、押し上げていきたいが、これはちょっかい出して、黄色チームが回収し直し。ゲットして、間が入った。さあ、決めておきたい。2点目。いやー、ポストです。これは狙いすぎた。惜しい。間にピタッと入りましたが、これはポストに嫌われます。ビブナシから再開。
さあ、残りは1分を切ります。1対0、リブラシより黄色のリードか。失礼、黄色のリード。長いボールは黄色が1周。さあ、真ん中黄色。さあ、2点目狙います。黄色チーム。長いボールは大きくなります。惜しい。さあ、ビブナシチームから再開です。さあ、ビブナシチームです。近いところ。戻して左。さあ、1点取りに行きたいとビブナシチーム。まずは同点に追いつきたい。真ん中経由左サイド、トップを1枚狙ってます。さあ、縦も1枚引っ張ってます。うまく使いたい。持ち出しから、ナイスブロックですが、こぼれたボールは黄色ブロック、惜しい。回収黄色。さあ、押し上げたい。真ん中入る。これはブロックこぼれて黄色チームゲット。ダメだから、シュートは、いや、オッケー！ナイスオラー、2-0。ラストワンプレー真ん中行きましょうか。ラストワンプレー真ん中行きましょう。あざす。さあ、2対0になって黄色チームが勝利へ一歩リード。ラストワンプレー行きましょう。さあ、ビブなしから、右サイド預け。間を通します。これでゲット。持ち出しから。ちょっとずれかな。つっついたボールは黄色回収。フリックス右サイド預け前ドリブル勝負からユンダ寄ってきます。が、これ一気にない。ナイスブロック、ナイスブロック。ボディコントロール出してしっかりとフェアプレーありがとうございます。右サイド預け。預けて右サイド。おろかし、入った。決めておきたい。がー、ちょっとずれ倒しい。2-0、黄色の勝利。では行きましょう。ミックスの3試合目です。お願いします。一つ前の対戦は、黄色チームの 2-0 の勝利でした。長いボールはブロック、ナイス。こぼれを回収して、ビブナシーム左から。ゲット、ドリブル前へ。縦を選択、左サイド。さあ、回収してビブナシーです。前は開かないんで、一旦下げます。ビブナシーゲット。長いボールを、いやー、黄色ブロック欲しい。さあ、キーパーしっかりと弾いたボール。これでカウンター狙いたい。黄色チームですが、相手狭いエリアから送ったボールを引き取ってナイス。さあ、中央入ってきます。黄色チーム。フォローしたいか。これは戻ってきて、ビブナシーゲットです。ナイス。回収して、ビブナシームがサイドからやります。さあ、ビブナシームでサイドから。真ん中預け。フォアも1枚上がっていきます。一つドリブル前はどうだ？間通したボールはうまく中央に渡りました。左サイドで展開。戻して真ん中短くなりますが、ボールを握ってビブナシームです。さあ、このゲーム1点取りに行きたいビブナシームです。振って左へ。縦選択。折り返し。うわーブロック。ナイスキーパー。さあ、こぼれを返してビブナシーム。ナイス。もう一回。間。うわー取らない。こぼれたボール触れて。いやーブロック。ナイス。ここはキーパー守ります。ナイスブロック。さあ、キーパー体を張って3本かな。3本止めて1点与えず。ナイス。さあ、1分が経過して 0-0 のままゲームは進行。さあ、早めの時間にこのゲーム点取りに行きたいビビナシームです。戻して真ん中中央から。持ってビビナシーム。近いところに預けます。ゲット。間を通して、これで反転前へ。送ったボールは黄色のキーパー処理します。ナイス。さあ、黄色のキーパー長いボールで右サイド収めてから前を向きます。振ったボール左サイド。ナイスタッチですが、ビビナシーム寄ってきます。ナイスカット。さあ、こぼれ返し無視。縦を選択。右サイド。ナイス。しっかりと体を入れてボールをゲットです。前に行きたいが、ディフェンダー狙ってますんで、ボールをしっかりと握りました。ビブナシーム、ナイス。左振った。ナイスタッチ。左サイドから、持ち替えて、フォローしたい。真ん中。いやー、ちょっとずれたか惜しい。黄色ゲット。さあ、今度は黄色のカウンターで3枚います。うまく使いたい。右サイドから。これは、ボールが伸びまして、切れます。惜しい。キーパー変わりましょうか。両チームキーパー、次の番号しましょう。あたす、いきますよ。さあ、2分が経過して、残りは4分、ビブナシから再開します。左サイド預けて、ビブナシ。フォアも上がっていきます。引き付けて左。持って、後ろから。間、取らない。黄色がブロック、ナイス。さあ、ゲット、黄色。左右いますんで、ボールをしっかりと握りながら、うまく止める。さあ、フォローもしたいんで、一旦下げます。長いボールで裏へ。さあ、これでスペースあります。シュート、OK！ ナイス。流れたボールがしっかりとキーパーの体の向き変えて転がっていきます。ナイス。真ん中で見ましょう。ビューシーム。いきますよ。さあ、まずは1点ゲットは黄色チーム、ビブナシから再開です。どうぞ。さあ、ビブナシチーム。このゲームを1点ビハインドで、残りは3分半分です。ビューシーを左サイド預け。縦をタッチ、左サイド。落としにしてから、フォアまで持ってった、ナイス。さあ、顔出したい。が、ちょっとドロップが大きくなったが、黄色がブロックします。欲しい。ゲット、黄色。間を使う。中央を受け取って、黄色。フォーム広がってきます。でも、使いたい。左サイドで戻します。さあ、ゲット。真ん中あるか？送ったボール、ナイスブロック。ディフェンダーが寄りました。ナイス。さあ、回収して、右サイド、狭いで、うまくボールを1枚やり過ごしてから、真ん中ドリブル入って、左サイドを上がらせます。ゲット。一つ前へ。ナイスカット。コースを消します。間、いやー、オッケー、ナイス。コースがうまく開いて、2で1点決めてきます。ナイス。真ん中から行きましょう。
3分半で追いつきます。1対1同点さあ1-1同点です。ビブナシチームさあこのままこのゲーム勝ちに行きたいビブナシチーム。黄色チームも2連勝を目指します。長いボール左へ、タッチ収まりますがディフェンダーがいます。フェアプレーありがとうございます。持って黄色チーム右サイドに流れます。さあビブナシからさあ勢い乗って2点目を取りに行きたいビブナシチームが中央ドリブル入ってきます。最後広がりもくせが真ん中左はこれは合わなかった。惜しい。先にキーパーかりましょうか。先に次のキーパーしましょうか。あざす。オッケー。さあ4分経過して1対1点、残りは2分。黄色チームです。下げて後ろ黄色、周りを見ます。前1枚張られてるんで預けて右サイド、長いボールはヘディングはビブナシに渡るがこぼれは受け取ってビブナシ中央寄ってきます。うまく止めた。ナイス判定した。前ドリブル勝負右サイド、ちょっと流れたか惜しい。サイドから再開します。黄色チーム残りは1分半ほど。あいや黄色受け取ります。右はちょっと動きがずれました。当たってサイドへ切ります。当たってないか失礼。ビブナシになります。さあビブナシです。持って真ん中預け、左へ戻し、縦から戻してもう一回。さあ押し込みたい。ビブナシ間ワーブロックナイス。こぼれを処理したい。ナイスキープ。寄ってくるんでもう一個ボールを持ちます。左サイド預け、縦が入ってゲットの黄色、持って中央渡ってこれでフォローします。黄色が真ん中からもらい、左取らない。もう一回黄色近いところ引きつけて左収まります。ナイス寄ってきます。なんとかボールをキープ。さあフォローしたいぞ。下げてからやり直し。黄色回収。黄色チーム残り30秒ほど。ナイスブラック。ビブナシチーム間預けて決めておきたいが、いやーポスト、これもポストです。惜しい。決めきれず黄色送り返した。ビブナシ渡るかな。ゲットしたビブナシ。もう一回さあ決めに行きたいぞ。ビブナシチーム2点目を狙いたいが、これはナイスブラック。キーパー一歩前に出ます。ラストワンプレイ行きましょうか。ラストワンプレイ、ラストワンプレイ。ビブナシスコーナーからさあ決めに行きたい。ラストワンプレイ浮き球ヘディング、いやー惜しい。もうワンプレイでしょうか。もうワンプレイいきます。もうワンプレイでしょうか。もうワンプレイいきましょう。決めきれなかった。一時同点。もうワンプレイいきましょう。黄色チームから長いボール、どうかな、どうかな、これはなかった。惜しい。行きましょう。ミックスの前半戦ラスト4試合目です。お願いします。さあ黄色チームの1勝引き分けなんで、このゲーム勝ちで終わりたいビブナシチーム。黄色チームはこれ勝ちきれば負けなしです。前半戦預けてビブナシ真ん中、右は流れます。さあサイドから始めて黄色チームです。さあ黄色チームがボールを回します。右サイド預け、前へ下がってるんでボールを握りながら出しどころを探したい。下げて後ろやり直し。黄色ゲット、持ってから左へ振ります。ナイヤー取り直し。いい出足でしたが、これは黄色がしっかりとブロック、ボールを握ります。一旦預けにして黄色チーム、持ってから真ん中戻します。長いボールはビブナシがカットです。うまくタイミングをずらしてから一旦後ろ下げ、間通して左サイドゲット。ボールが伸びますが右展開は収まって中に入るか、これはブロック欲しい。キーパーゲット、うまいが寄ってるディフェンダーかわしてもう一枚。黄色チーム左へ長いボールは入って黄色が一周ブロックしたボールはビブナシゲット、取り直し。寄ってくるに左が降りてきてこれを使う。反転前向く、長いボールで裏うまく振って右サイドです。シュートはキーパーの足元欲しい。さあ1分ちょっと経過して 0-0 のまま黄色チームがボールを握ります。あいや取らない。ビブナシブロックが取り返して黄色、タッチは反転になります。左サイドこれでもって黄色、もう一回縦へ戻します。左間を使ってこれでゲット、下げたからやり直し。浮いたボールは届かない、欲しい。ビブナシゲット、こぼれを処理して黄色チーム貯めて右サイド、スペースがあると折り返したい。うわーブロック、ナイス、間に合った、残ってますよ、残ってます、残ったはずが急に当たった、下げて後ろ。ビブナシチームさあ回収は黄色、シュート OK。 こぼれをしっかりと振り抜きました。1点ゲット。キーパー変わりましょうか。両チームキーパー変わりましょう。1対0このゲームも黄色チームが先制をします。いきますよ。さあ2分が経過して残りは4分。1点ゲットは黄色チームです。さあこのまま負けなしで終われるか黄色チーム。さあ意地を見せたいビブナシチームは1勝を目指します。足元収めは右に渡りました。左預け、戻して後ろ、
まあ一枚プレッシャーですが、ドリブルで割っていきます。中央入る。で、これを狭いエリア、ブロックして黄色ゲット。さあ、ためながら縦の上がりを使う。体を向き入れ替えて右サイド。折り返し。うわー、ブロック。ナイス、よく戻った。微拍子ゲット、左へ。さあ、これで上がっていきます。ためながら、ひっちょっと思い出して倒し。黄色から再開。いやー、ブロック、大丈夫。オッケー。黄色から再開します。リスタートして黄色。ナイスブロック。黄色です。預けて真ん中黄色。持ってから近いところ左サイド。間、通ります。入ったスペースだ。持ち替えてから前見ます。これはディフェンダーすぐ寄りました。ナイス。3分経過してコーナーから再開します。黄色チーム。さあ、黄色のコーナーから残りは3分、2点目追加点を狙います。近いところは黄色に渡った。下げて後ろ、黄色チーム。浮き、ちょっと大きいか。これは大きくなります。ビブナシボールからいきましょう。さあ、ビブナシボールから再開、サイドからです。真ん中預けてビブナシ。持ち直し。縦は黄色がブロックです。こぼれゲット、黄色チーム。預けて左。ためながら真ん中を使う。預けて右、折り返し。うわー、オッケー、ナイス。ここはうまく膨らんでニアで抜きます。ナイスゴール。キーパー変わりましょうか。キーパー次の方しましょう。キーパー次の方していきましょう。オッケー、いいかな。あたす、いきますよ。さあ、2-0 になります。このチーム、このゲームも2点ゲットの黄色チームです。さあ、ビビアシ1点をまずは返したい。ボールを握ります。残りは2分を切ります。左へ、長いボール、いや惜しい、取らない。黄色ゲット。さあ、中央ゲットして黄色、3対2。預けて右、これはブロックしてビビアシ回収。さあ、まずは1点取りたいビブナシですが、真ん中を使って一つドリブル前へ運びます。右サイドで展開。広がった。左はちょっと伸びた。ちょっと伸びました。惜しい惜しい。黄色チームから近いとこにします。さあ、前からプレッシャーかけてボールを取り切りたいビブナシチーム。1点が欲しいぞ。黄色チームは右サイド預け、縦は収まります。中央つっついたボールは、こぼれたボールはどうかな。黄色に渡ります。いやー、うまくボールが左に渡りました。縦入る、ブロック、ナイス。キーパーゲットして中央、ビュアシーム。さあ、寄ってくるんでボールを握るのはビュアシームです。間降りてくる。預けて左、ちょっと持ち出してから真ん中、中央を使います。ビュアシーム持ってから預ける。右サイド真ん中でやり直し。さあ、左も空いてますが、うまくパスこう出したいが、胸で収めたボール、メシ、間通った、タッチからガー、ちょっとボールが伸びたが、寄ってくるんだ。フォローもしたい。持ち替えて、持ち出してから、ブロック入って、ヒールは、どうかな。いやー、惜しい惜しい。うまくゴール前まで転がりましたが、これはキーパーの手に収まります。ゲット、黄色。ビブナシがカバー。前から来るんで、かわして1枚、ドリブル運ぶ。縦が合わなかった。残り30、キーパーから行きましょう。残りは30。さあ、残りは30、黄色チームです。預けて右サイド、黄色チーム。真ん中を使う。振って左サイドです。折り返し。ワーブロック。これは書き出しました。キーパーに戻り。残り時間はあとわずか。黄色チーム。さあ、このまま負けなし。2勝1分けで終わるか、黄色。縦はブロック、ナイス。体を張りますが、こぼれて黄色。ナイスブロック。さあ、1点取りに行きたい。真ん中、預けてビビアシーム。中央ゲットからのビビアシーム。ドリブル運んで左サイド。振ったボール、フォア届かない。ブロックしたボールは切っていきます。ラストワンプレイ行きましょう。ラストプレイ。ラストワンプレイ。間、ブロック。さあ、こぼれを残して黄色チーム3点目を狙います。さあ、黄色チームからドリブル前へ、折り返せない、惜しい。黄色チーム負けなし。では行きましょう。ガチのチーム返して後半の1試合目です。お願いします。ミック、ガチじゃないね、ミックスですね。ミックスの1試合目です。行きましょう。はい、じゃあ使ったよ。さあ、こっちの方よりは引き続きボディーコンタクトなしなんで気をつけてお願いします。赤チームがボールを握ります。持ち替えて左へ、縦を選択、左サイド。折り返しはキーパーがブロックです。ビブナシゲットから左サイドへ預け、間を通して中央、ビナシームがドリブル、カウンター、ゴール前、チャンスからシュート。いやー、決めきった。というのシュートは右へ取れます。さあ、まずは一本ビブナシームがシュートを狙いますが、これは切れました。惜しい。タッチが流れて赤ゲット。シュートは、ヤーブロック。キーパー書き出します。リッサー赤、間。わー、取らなかった、惜しい。さあ、ビビダシームです。真ん中預け。
お年は短くなりますが、足元当たってビブなしが右サイドまで持ってきます。縦、収めて右足、ブロック。ボールを握ってから一旦下げます。引きつけてボール持ってビブなし、下げてからやり直し。一つドリブル前へ、間。フリックは入らないか惜しい。青ゲット、赤ゲット。うまく立って、中央ボール持ちます。赤チームです。縦入ります。右サイドゲット。間、中央、受け取って、右は、オッケー、ナイス。これはしっかりとコースへ流し込みました。1点ゲット、ナイス。赤チームがまずは1点先制。行きましょう。行きますよ。さあ、1分半が経過して、まずは赤チームが、しっかりとコースへ蹴り込んで1点をゲットします。ビブナシチームから再開。さあ、中央で受けてビブナシ。右サイドで振りました。これ赤回収。持って赤。ボールを握ります。赤チーム。さあ、引きつけながら近いところが縦は切れます。惜しい。これは合わずにサイドへ切れます。ビブナシチームから再開。さあ、近いところ寄ってきますが、ボールなんとか残ったかな。赤チームはゲット。右サイド預け。ドリブル運んで、シュートは、いやー、これ左に行きました。惜しい。先にキーパー変わりましょうか。先に次のキーパーしましょうか。オッケー。さあ、2分が経過して、ビブナシチームのキーパーから再開します。近いところ寄ってきます、ユンダ。さあ、前からプレッシャーで狙ってます。が、これ振って左サイド、ビブナシチーム。持ちます、ビブナシ。溜めてから右サイド落とし。中央を使ってボールをゲット、ビブナシ。持ってから左預け、ナイスカットですが、ボールは伸び、ビブナシに渡ります。キーパーに戻しがちょっとずれたが収まりました。ナイス。対応します。ビブナシ。近いところ預け。寄ってきますが、間通した。受け取ってから。反転前から右サイド。フォーム広がりうまく使いたい。振って、ちょっとマイナスでした。これは動きが合わず惜しい。さあ、3分が経過をして、赤チームが1点をリード。さあ、赤です。ボールを握ります。預けて右サイド。一つドリブル前へ持ち出し。振ってから。中央を使って赤。持ち出してから、裏の、やーいボールだ！タッチから、これは長いが、ブロック欲しい。さあ、間をうまく割りましたが、これはキーパー、しっかりと処理をします。赤、リッサ。預けてから真ん中戻し、右へ振った。がー、これは収まらなかった欲しい。3分半を経過して、ボール、ビブなしからやります。さあ、ビブなしチームです。長いボールは切れたかな？切れましたかね？最後やりましょう。赤チーム。切れて赤チームです。間は合わずに、ビブナシに渡ります。預けて右。さあ、まずは1戦目。連携高めていきたい。両チーム左サイド預けます。左から、間を通す。これはタッチがあって切りました。サイドから行きましょう。さあ、1点返したいのはビブナシチーム。1-0 ビハインド。間、受け取ります。下げてからやり直し。真ん中使ってビビナシーム、左サイドを送ります。一つ持ち替えて中央、中央からずらしたボールはブロック入って赤がカバー。持ち替えて赤。なんとか逃げたいぞ、狭いエリア。あ、いや、いや、危ない、危ない、ポストに救われた。ゲット赤、さあ、カウンターです、赤チーム。返して、終わりたい。ガー、オッケー、コース変わって、シュート吸い込まれます。2-0。キーパー変わりましょうか。両チーム次のキーパーしましょう。両チーム次のキーパーします。オッケー、いきますよ。さあ、残りは2分弱。2-0で赤のリードになります。ビブナシが右から。取りましょうかね、取りましょうか。ハンド取って赤チームからやりましょう。跳ね返りが手に当たりました。惜しい。ゲットし赤。間取ります。赤。返し赤チーム。持ち出し前へ。右サイド。間、ビブナシブロックこぼれたぞ。しかしこれは返しビブナシ。さあ押し上げていきたいビブナシです。ドリブルから前勝負。これ切れました。惜しい。サイドから赤チーム。赤からいきましょう。はいよ。さあ残り1分ほどです。赤チームから再開します。中央使って左へ、また抜き前へ、足に収めて赤チーム。中央から右は動きがずれました。惜しい惜しい。さあビブナシです。真ん中使います。受け取って長いボールが右に収まる。ゲット、ビブナシ。一つフェイント。間を使う。タッチしたボール、中央、赤がゲットからこぼれを打ち切れない。さあ、前からはめて1点を取り返したいのはビブナシですが、うまく 赤チームが左に抜けます。ドリブル運ぶ。赤、左サイド。またいでから。間、わー、流れてか惜しい。ここは息が合わず、足足。残り時間はあとわずか、ビブナシチームから再開 2-0 です。
中央拍子、ボールを持ちます。左右広がり、左サイド預け、タッチ、前をブロック、ラストワンプレイ行きましょう、ラストワンプレイ。ラストワンプレイ。ビブンシーム近いところ。ずらしてから、シュートブロックナイスだった。2対0、赤の勝ち。では行きましょう。ミックスの2試合目です。お願いします。先ほどのゲームは 2-0 で赤勝利だったんで、ビビアシこのゲームを通りに行きたい。左サイドから。上のところ赤回収。まだ抜けない。当たってサイドへ切れました。さあ赤チームからです。探して真ん中近いところ。受け取って。裏、いやいいボールだが、いや、惜しい。これビビアシのブロックがありました。ゲットビビアシ。浮かせたボールはキーパーに戻ります。赤チーム回収。さあ赤チームです。近いところからやります。縦、タッチ、伸びたかな。中央は渡って赤、左目広がる、縦預け、左振った、が伸びて惜しい。これ流れます。さあビブなしチームから再開です。近いところ持ってから右サイド上がっていきます。長いボールは収まります。折り返し入った、オッケー、ナイス。ここはしっかりとランニングを折り返しにして、ビビのチームがこのゲームは1点、ナイス。赤から行きましょう。行きますよ。さあこのゲームはビブダシが1点ゲットです。ナイス。1分ちょっと経過して赤チームです。下げて後ろ寄ってくるんで、長いボールはヘディング落としになったから、右サイド預け、引っ張って右サイド折り返し、間取らない。これでもう一回ブロック。コーナーから行きましょう。いいよ。赤チームです。間入った、いやー、オッケー。折り返しにして真ん中空いてました。1対1、すぐさま同点追いつきます。真ん中からいきましょう。さあこれで1対1同点。コーナーから追いつくのは赤チームです。ミブヤチームから真ん中預けます。さあ2点目を狙いたい。ミヤチームです。サンキュー。左へ持ってから見まし、浮き玉、猿か、いや惜しい。これ切れました。惜しい惜しい。先にキーパーがありましょうか。先に両チームキーパーがありましょうか。あります。さあ2分が経過して1対1点。赤チームから再開します。アイヤ使って赤、右サイド持ち直し、続いて真ん中入る、収めてから前は開かないんで、ビビアシがブロックをします。ゲット、ビビアシ。さあ左右広がっています。うまく使いたい。真ん中預け。さあこれで動き直して、右サイドフォローしてから持ち直しはブロッカーがゲットです。広げる、右タッチ届かな、惜しい。ビビアシがブロック。ビビアシ回収、ためて縦マイナスの折り返し、中央入る、シュートブロック。かき出したボールはビビアシに渡る。さあビビアシです。もしかして前はブロック入ってか、こぼれは赤処理、ナイス。ゲット赤、走らせる前スペース、さあ取りに来た赤チーム。シュートは、いやー右です、惜しい。前スペースシュート、あ、右足振り抜きましたが、これは切れました。3分経過、1位のまま。ビブシーム近いところにあります。間通して真ん中受け取ってから、ボールは伸びた赤ゲット、左サイド預けます。ゲット赤、縦ブロック、こぼれを処理してビビアシーム。さあ運びます、ビビアシーム中央、右サイド預け、ボール伸びますが収めて、ビビアシーム折り返しは当たって切れました。ボールコーナーからいきましょう。コーナーから再開、ビビアシームです。間ブロック、こぼれ処理してビビアシーム、引きつけながら間、わー、キーパーに戻りです。3分半経過、1対1同点。赤チームからリスタート。2点目狙いたい。裏1枚引っ張ってます。長いボール狙う、これはブロック、キーパー処理、こぼれを処理して、ビビアシームです。持ち帰って、ビビアシーム近いところ預け、一つ持ち出し、縦預けてから折り返し、フォア入ってから収めにしてからサポートもしたいぞ。ボールを持ってから一つフェイント、突っついたボールは足元をゲットして、もう一回です。一旦下げます、間、ワーブロック、もう一回こぼれ球持ち直してから預け、預けから広げた、左ちょっと短いからシュート、OK、ナイス。ここは振り抜きました。2対1。キーパー変わりましょうか。次のキーパー行きましょう。ビブなしチームをキーパーチェンジしましょう。最後6番目かな。 OK、 行きますよ。さあ2対1でビブなしチームが1点リード。さあ赤チームです。返しに行きたい。まずは同点を狙いたいぞ。
赤チームから近いところ受け取って体反転をブロック、つっついたボールは流れてボールキーパーに当たります。さあキーパーから近いところビブナシチーム、さあ1点のリードがあります。いやー引っ掛けたかな、これはキーパー戻るし、ビブナシ回収、間受け取ってビブナシ、方は広がっていく浮き球、いやー収まりきれないか、いやーブロック欲しい、残ってますよライン上、ゲットしてビブナシもう一回決めておきたい、ガーブロック、ここはコース塞いでました、うまく残して打ち直しでしたが、これはコース塞がってコーナーになります。ビブナシさあ探して近いところにします、戻してからもう一回下げて後ろ、いやー入れ替われない、赤やったナイス、さあこぼれ取って赤運びながらドリブル運んで前へ行けない、さあ1点返してきた赤チーム左サイドから収めは残ってるのかな、残って宮か判定して前に持ってきますが、これはブロック下がります、宮城ゲット中央持ってから宮城右サイド預け、こぼれはかき出しビブなしですが寄ってきます、体当てないよ、体当てない、大きい赤チームゲット、下げて後ろ長いボール左ゲット、赤チームです、また来ます、間通る宮城ボール腰残り30弱、赤チームゲット、さあ回収赤チーム、近いところ縦は流れます、ラストワンプレイ行きましょうか、ラストワンプレイ2対1ビブナシリード、ラストワンプレイビブナシです、いやー引っ掛けた、取り切りたいか、取り切りたいか、赤チームさあ奪い返して同点に持ってきたいか、いやーブロック、キーパー足でした、2対1ビブナシ勝利、1勝1敗よいしょ、赤チームから再開します、お願いします。さあまずはボールを持って赤、預けたボールはブロックしてビビナシゲット、こぼれ球を処理して赤からシュート、いやーオッケー、まずは開始15秒いきなり決まります、赤チーム1得点、真ん中でしょうビビナシです、よし行きますよ、行きましょうビビナシから再開です。さあビビナシチームから、1勝1敗でしたっけね、1勝1敗、さあ両チーム取りに行きたい、右サイド持ってからビビナシ、縦はブロック下がります、ゲットからビブナシチーム、中央はブロックしたボール預けて右サイドビブナシチーム、持ってビブナシチーム真ん中から運びます、こぼれを処理してビブナシチームもう一回、あいだタッチもう一回、いやブロック、キーパーゲット、ここはキーパー回収です、さあがゲットします、右サイド前はいけない、預けたボールはこぼれたボール赤処理、中央左預けゲット、持ち替えてからこれはまだ抜かせない、ゲット赤振って右サイド回収です、シュートはキーパー足元欲しい、さあゲットしてビビアシーム書き出します、前へボールを持ってビビアシーム運びます、左サイドが上がって、これはブロックでした、惜しい、大丈夫ブテネだった、大丈夫 OK、 早いボールのクロスになります、惜しい惜しい、赤チームから再開です、さあ赤チーム右サイドから相手として左へ戻して真ん中シューヤー、オッケー、コースを優しく変えました、ナイス、これで2点目2対0、真ん中で行きましょう、ビブナシチームから、さあビブナシチームここから返しに行きたいと、2対0、1分半ちょっと経過します、左へ前へ行けない、足元収まってビブナシ運びたいが前は狙ってます、相手塗ったシュートはブロック、ナイス、こぼれを処理した赤、さあゲットから赤チームドリブル運びます、左サイド、間通してフォア展開入った、いやオッケー、赤チーム得点力爆発、 3-0 です。キーパー変わりましょうか、次のキーパー行きましょう、キーパー次の番号しましょう、順番大丈夫かな、オッケー行きますよ。さあ2分が経過して 3-0、 赤チームがリードを広げます、ビブなしです、近いところ右サイド、間を下がります、左へ広げゲットから戻し、浮き球はブロックです、あります、譲りありがとうございます、ビヤシゲットミサイド溜めてから戻して真ん中決めておきたい、ガブロック、こぼれを処理してビヤシ、大丈夫ブロックしてビヤシチームです。さあビヤシが後ろからボールを回します、ないボールはどこの、いやーブロック、キーパー届きます、赤チーム回収、さあ赤チームです、3分が経過して残りは3分、左から間にします、受け取って左に上がらせる、フォアも1枚余ってます、これを使う、さあ持ち出しからクロス右サイド、オッケー、
赤チームうまくパスワークで4点目ゲットです。真ん中のビビらしいでしょう。いきますよ。さあ赤チームがこのゲームワンタッチゴールをしっかりと決めていきます。4対0。さあ返したいのはビビらしです。右サイド預け、折り返し、わあ下田だったがブロック。さあ回収赤チーム、さあまた攻撃狙いたいぞ。中央引きつけながら赤チームゲット、広がる右サイド、前はいけないか、右はマイナスになります。さあ、夢し。さあ、リキさん狙いたい。がー、戻りが早いか。近いとこします。降りてくる、右サイドゲット。裏動き出し。持ち出してから、ドリブル運ぶ。折り返しはブロック。コーナーがありましょう。さあ、コーナーからはビブなしチーム。はい、だ。キーパーナイス。よー、ナイスブロック。キーパー。ゲット赤。左、ブロックナイス。ビューシーゲット。下げてやり直し。持ってからビューシー。間が空いた。これで受け取るビューシー。持ち出し、ドリブルから。左預け。タッチ。持ち帰ってから、もう一回出し。あ、いた！いやー、ポストに嫌われます、惜しい。先にキーパー変わりましょうか。両チームキーパー変わりましょう。次のキーパーで行きましょう。OK、いいかな。行きましょう。さあ、4分経過して、4対0。赤チームから再開。1点取りたい、ビューシー。惜しいシュートもポストに嫌われます。あ、いた使って赤。ゲットから。反転前に行きます。赤。前はいけないか。預ける右サイド。長いボールは、当たってビビなしに渡りました。ゲットビビなし。地を使う。ビビなしが回収。前を下がってる、前を下がってる。反転して前に行きます。ナイス。左預け。残ります。赤ゲット。取り返してビビなし。さあ、1点返したい。ビビなし。あ、いや、いやブロック4だ。これ赤ブロックです。こぼれたボール、ブロック。カットしてコーナーから行きましょう。さあビブなしチームです。残りは1分弱。1点はあと取りたい。いやーとこれは短くなったかな。赤ゲット欲しい。さあドリブル勝負、赤チームフォローもします。真ん中預けてからタッチ、やーブロック、もう一回 OK。 3人目こぼれもしっかり詰めてます。赤チームここで5対0。残り30弱行きましょう。さあ赤チームはしっかりとこぼれのフォローまで人数しっかりとかけて決めていきます。ナイス。ビブなしです。下げて後ろ、左預け、ゲット。持ってから真ん中フリック、左は届かない、惜しい。ラストワンプレイいきましょうか。ラストワンプレイいきましょう。ラストプレイ赤チームです。ラストプレイ縦預け、反転前へ運んでから折り返しブロック。さあ1点返して降りてラストプレイ、長いボール左へ。さあ収めてから寄ってくるディフェンダー、これはカットが入ったが足入った、だいぶはい、もう OK。 アジュボールに行きます。ゲット赤、左へ、アイダー通す、ビューシー回収。さあラストプレイ決めに行きたい。アイダー通してボール収めてから落としから持ち替えてずらしは取れない。赤ゲット回収、左サイド赤チームゲット、持ち出してからまた来ますがビブなしブロック、また抜き前から。さあ1点返したい。左右広がり、人数は優位だぞ。順田1枚だ、左手預け、シュートは、いやー味方に当たった、これ味方ブロックです、欲しい。赤ゲット、さあカウンターの応酬決めておりたい。赤チーム追加点は、いやーブロック、これも残ります。ラストワンプレイ、長いボール届かない、赤ゲット。さあラストワンプレイ決めたい、両チームカウンターの応酬です。さあ決めてフィニッシュで終わりたいぞ。両チーム右サイド預けからパスワーク OK。 6-0、見事なパスワーク。赤チームの2勝1敗です。いきましょう。最後5分ちょっとぐらいのゲームで回していきます。お願いします。本日ラストマッチです。いきましょう。2勝1敗、赤チームの2勝1敗です。さあ微妙者はこれ取って 2-2 で終わりたいところ。真ん中預け、下げて後ろ微妙し、左サイドはずれました。ゲット赤、さあ赤から再開します。後ろから真ん中通し、持ってから回ります。右サイド預けます。まあ1枚動き出し、ですが塞がってるんでボールを握る。下げて赤、ボールをキープで赤チームです。間通したボールはビビなしがブロック、こぼれを処理して赤チーム、左から浮かせたボールは長くなります、惜しい。ビビなしチームです。近いところ右サイド預け、縦入ります、フリック中央ブロック、赤ゲット。前はうまくボールを握りながら赤チーム、
囲まれますが、なんとかキープです。追ってきますが、ボールを握りながら左サイド預け。アイでも顔出す。これを使えたが、ちょっと出たかな。なんとかボールをキープした。さあ、続いてはこれ、ビジネゲット。さあ、持ち出してから、シュートはクロスバーです。惜しい。角に当たります。まずは一本、ビブナッシが狙っていきます。赤チーム近いところ。左へ持ってきます。戻して真ん中。左へ戻し、赤チーム。さあ、前からボール、追わされます。さあ、ランニングしながら。さあ、手にパス交換しながら、アイダー通す。入ったいいボール。シュートが左でした。惜しい。アイダムク顔を出しましたが、シュートは左へ切れました。さあ、ビブ出しから再開します。長いボール。ナイスカット。これは切っていきます。ビブ出しチームから。近いとこします。アイダー預け。振って右、入った。折り返し。やーブロック。こぼれを処理したいが、足元ビアシゲットです。左振った。ホーム一番上り。折り返しは流れます。キーパー変わりましょうか。キーパー次の方しましょう。両チームキーパー変わります。いいかな ?OK。さあ、1分半ちょっと経過して。ビブダシーム、間はブロックです。最初からもう一回。あ、下げてビブダシ。間通す。シュートブロック。2枚が防ぎます。こぼれ玉、つっついて、かき出した。当たって切れます。ボール赤かな。赤チームから再開です。近いところ。ニューゲーが残り3分。前側もかわしたが、フォローがありました。カバーがあって、ビアシーム、下げて後ろ。送り返しは左に渡ってビアシ。間、通らない。ブロック赤。寄ってきます。さあ、なんとか逃げたい。間通らない。ビアシゲット、もう一回。なんとか続いて。さあ、回収赤チーム、押し上げたい。右サイド、順大1枚、ナイスカット。こぼれは先に、いや、当たって。ボールサイドから赤ボールで行きましょう。ボール赤で行きましょう。割ってさ、あと、去ったんで赤ボール行きましょう。赤の正解。アジもリスタ左へ間取れない、もう一回、いやー、オッケー、ナイス。なんとか当たりました。2人がかぶりました。惜しい惜しい。さあ、1点ゲット。先生は赤チームです。いきますよ。さあ、3分経過、残り2分ほど。ビブなしからです。さあ、1点ゲットは赤チーム。預けて右、赤ゲット。下げて後ろ。左サイドはちょっとずれました。ビブダッシュのキーパーに戻り、キーパーから預けて真ん中持ってから左へ預けます。前はプレッシャーか。下げてやり直し。塞がってます。近いところ。さあ、うまくボールを動かしたいビブダッシュですが、縦を使う。タッチはキーパーに戻りました。ゲット。キーパーから左へ、赤回収。縦預けて左サイド、フォア広がってきます。持ってきたいが、入ったが、いやー、キーパーブロック、もう一回。どうだ、いやー、流れます、欲しい。キーパー最後チェンジしましょう。最後、キーパーチェンジします。ビブナシーも順番大丈夫かな。オッケー、いきますよ。さあ、残りは1分ちょっと。ビブナシから再開します。前を下がってます。握って下げ。さあ、1点リードは赤チーム。アイデア使って赤ゲット。コールの回収。運んで、中央。ガーブロックはビブナシです。コールゲット。さあ、運んでビブナシーもドリブル真ん中割ってきます。引き付けながらずらして、落としから左手で振った。4点ブロック、ナイスブロック。もう一回ビブナシーム。さあ、狙ってますが、これ近いところ下げ。アイデア取らない。これでもう一回シュート、いやー、キーパーブロック。こぼれ玉がゲットしい。回収赤前から来ます。残り1分弱。振って右へ、これがビブナシーム渡りました。回収縦収めから流れたボールはビブナシーム渡ります。中央を使ってビブナシー、つっついたボールは赤にも戻りました。さあ、押し上げて赤チーム。縦はこれ切れます。キーパーに戻り。残り時間はあとわずか。ビブダシームから。右サイド。アイアブロック。ラストワンプレイ行きましょうか。ラストワンプレイ。ビブダシからラストワンプレイ。アイア。こぼれの、いやー、オッケー、ナイスゴール、2-0。よいしょ、アップゲームを置いてガチの2試合目です。お願いします。ビブナシームから再開です。さあ、6分のゲーム、キーパー2分交代です。いきましょう。まずはビブナシ、キーパーに渡してからしっかりとボール回しながら作っていく格好です。降りてくる間、一つ飛ばして左サイド。さあ、ゆっくりとパスを回しながらディフェンダーの動きを伺います。追ってくるディフェンダー、一旦下げてからやらし、これで1枚上がっていきます。長いボールで裏、どうかな。
ナイスショットですが、こぼれはどうかな、残して美足に渡ります。さあ、ゲット美足、シュッ、いや、縦で狙った、ダメだから、いやー、オッケー、ナイス、クロスを意識してニアを抜きます。まずは1点、ビブなしがゲットです。真ん中に行きましょう、青チーム、あたす、青がりましょうか、いきますよさあ、まずは青から再開、1点ゲットはビブなしチームです。クロスを意識して、まずはニアを抜きました、ビブなしゲットです。怪獣美足チーム、持ち出してから、間は通らずに青がゲットです。持ち帰って青さあ、前はなかなか塞がってるんで、ボールを握りながら近いところ預け、寄ってくるディフェンダー、それもサポートもしたい、サポートもしたい、これ2枚が寄ってます。なんとか書き出したが、こぼれをゲットした青チーム、ナイス。さあ、回収青チームです。前運びたいが、ちょっと足に入った、ボールを握って青チーム、やり直し、前から来ます、いやー、これ取り切れない、惜しい。さあ、1分半が経過して青チームから再開、さあ、まだまだ時間はたっぷり、返しに行きたい青チームです。預けて右サイド、さあ、裏のスペースをうまく使いたい、間入っていきますが、これはディフェンダーが見てますね、左へ広げます、ゲット青、もう一回、長いボールはちょっとマイナスになりました、惜しい。ビブラシームから、さあ、1点リードします、ビブラシーム、一旦下げます、降りてくる真ん中、これはちょっとずれました、惜しい。青チームです、預けて右、寄ってくるんでしっかりとボールを握る格好です。広げて左サイド、プレッシャーが1枚いきます、キーパー使ってやり直し、間空くかな、長いボールはビブラシーム光ります、預けてビブラシーム、しっかりとボールに来て前向きたいが、寄ってくるディフェンダー、当てたボールサイドから、先にキーパーゲットしましょうか、青チーム先にキーパーしてみましょう、アドス。2分が経過、残りは4分、ビブラシームから再開します。ビブラシです、前からプレッシャー、うまく預け、これをうまくタッチをしてサイドへ切れます。ビブラシから裏1枚浮いてます、うまく使いたい、一旦左に下げました、キーパーも出てきて角度を作りますが、青チームが前から狙ってます、プレッシャーをかけますが、これはキーパーに預け、長いボールはどうかな、これが入ります、収めて折り返しは、これはキーパーに戻って、青チームゲット、前からプレッシャー、ビブラシーム拾って、さあ、前に3枚だ、いやー、ブロックナイス、もう一回止めてから、いやー、オッケーオッケーオッケーここはしっかりと決めていきます、ナイス、はい、よいしょ、いきますよ。さあ、2分半ちょっと経過して2対0、ビブナシチームがリードの展開。さあ、青チームはまずは押し込んでいきたい、前へ運んでいってシュートを1本狙いたいところ、左から青、相手トスが、これはビブナシに渡ります、欲しい、ちょっと足に入ったぞ、青チームゲット、ナイス、預けて右、送り返したいがまだ抜けない、当ててサイドからやり直し、3分経過、残り3分、下げて青、寄ってみるジェンダー、3分コロンをしたい、来るんでボールを握ります、2枚目が来るぞ、なんとか逃げたい、追い込まれます、3枚のディフェンダー、前からプレッシャー激しいビブナシチームです。さあ、これをかいくぐって押し上げていきたいのは青チームですが、なかなか出しどころが、真ん中使います、ナイスタッチ、さあ、反転して前向く、左右広がります、うまく使いたい、左サイド預け、受け取ってから前を塞がってるんで、逃げながら青チーム、下げてからやり直し、右へ振った、寄ってくるディフェンダー1枚、間使って中央、中央からドリブル運んで折り返したいが、これはブロック欲しい、ナイスセット、ブロックナイス。さあ、カバーしたボールをかき出したボール、サイドへ切ります、ボール青からいきましょう、あ、ごめんごめんね、青から再開、青チームです、間近いところ戻し、間かな、持ち替えてから1枚抜けます。さあ、1点返した青、 2-0、 左サイド預け、ちょっとボールが伸びました、欲しい、キーパーがありましょうか、先にキーパーがありましょう、青チーム次のキーパーしましょうか、順番大丈夫かな、はいよ、いきましょう、4分経過、残り2分、左へ広げてビビナシーム、広げて真ん中、さあ、前から追ってくるのは青チームです、これで取り切りたいか、さあ、キーパーにプレッシャーをかけて、なんとか前線からのプレスでハメに行きたい、さあ、ナイス守備、さあ、前からしっかりと守備がきます、ナイス、さあ、これに連動して守っていきたいのは青チームです、トップの守備を無駄にしたくない、さあ、ゲットして1枚返したのはビビナシーム、さあ、ずらしてから左サイドを押し上げます、あ、いや、これは通らずに青がゲット、前向きます、ナイス、さあ、持ち帰ってから、さあ、コースを上げて左サイドはボールが伸びました、欲しい。さあ、4分半ちょっと経過して 2-0、 ビブナシチームのリードですが、これも青に渡ります、下げて後ろ青、間通らずにビブナシに渡りました、ゲット見ましょう、左サイドへ展開、さあ、中はブロック、これは切っていきます、1分、残り1分です、5分経過、残り1分、はい、だいいボール入った、タッチは青のキーパーに戻ります、ゲット青、さあ、まず上がりを待ちます、預けにしてから下げました、一つ持ち出し、間、これが入ります、左サイドですが、寄ってくるディフェンダー、
体をしっかりと入れてからボールをキープ。右サイド上がってきます。うまく使いたい。真ん中受けてから持ち出し、右へ振った。フォアまで持ってきたいが折り返しだ。ナイス。どうだ。いやー、キーパー触った。ナイスブロック。ナイスブロック。うまい落としから、シュート狙いますが、俺はキーパー左足でワンタッチ。ナイス。近いところ、ポスト。張ったボールは、右目線がやって、ナイス。さあ、これ取り切りたい。開始したいか、ビューシーブ、狭いエリア。さあ、この攻防は中央に入ってもらう。青が引き取った。さあ、うまく角度つけて、預けの右から収まって、しかし、全体また抜けない。狭いエリア、足元は気をつけてね。ナイス。ブロックしたボール、青に渡った。シュートはブロックは、ナイスキーパー。ここもキーパー弾き出します。残り時間、あとわずか行きましょう。青チームから、近いところ。左へ戻し。持ってから、前は赤台に一旦下げます、青。左へ振ります、ゲット。持ち替えて。縦選択、ナイスブロック。ビビアシゲット。持ち替えてからビビアシーム、左サイドへ持ってきます。ほら、いいボールだ、ナイス。あー、トラップはなかった。ラストワンプレイ行きましょう。ラストワンプレイ。青チームからラストワンプレイ。青ゲット。さあ、1点取って降りて青チーム、ラストワンプレイ。上がりを持って右サイド。間。うわー、取らない。さあ、ビビアシゲット、3点目を狙います。ラストワンプレイ。ドリブル勝負から左サイド。さあ、取って降りてるぞ、ラストワンプレイ。間、取れない。ナイスブロック、よく戻りました。青チームゲット。さあ、開始青チームです。ラストンプリー。さあ、前運びたいが、これはブロック、ビューシーゲット。寄ってくるんで、中央をかわし、ビューシーム、右サイドで展開。下げてる人、やり直しです。さあ、ラストンプリー。間を通す。スルーは流れます、惜しい。では、行きましょう。ガチの前半3試合目です。一つ前の対戦は 2-0 でビビなしの勝利だったんで、青チームこのゲームを取りに行きたい。真ん中からボールを握ります。預けて右サイド戻して後ろ。左サイドへ振ります。まずはディフェンダーがプレッシャー。真ん中使って青チーム。降りてくる右サイドちょっと短くなって、右ゲットからのカウンター。さあ、押し込みたい。溜めてから、シュート、いやー、オッケー、ナイス。ここはインターセプトからシュートまで一人で完結、ナイス。まずは1点ゲット、ビビなしチームです。さあ、このゲームも先制はビビナシーム。返しに行きたいのは青チーム。さあ、ミックスの方の同じ展開ですが、ここから、ミックスは1点追いついて同点になりました。ガチの青も、まずは1点取りに行きたいぞ。先で言うとビビナシーム。長いボールです。どうかな？良いボールだ！タッチから、折り返し、ワーブロック！青チームゲット、キーパー、ここはまだ抜かせません。先で狭いエリア、前からプレッシャー当たってサイドに切れます。惜しい。さあ、ビビなしです。下げます、後ろ。寄ってるディフェンダー。縦戻しはちょっと動きがずれましょうし。1分が経過して、1-0。ビビなしチーム。青から。さあ、探して真ん中にします。寄ってくるんで、一旦落とし。戻し。タッチがうまく左に入りました。戻して右サイドゲット。折り返し。どうか。いやー、ブロック。ここは書き出します。さあ、青チームです。ちょっと足のボールが入った。ボールを握ってから一回下げます。左サイドも広がってます。うまく使いたい。持ちながら、顔を出したいが長いボール、うまい。いいボールだ。さあ、フォローしたい。ガータッチはずれました。惜しい。さあ、間からビブナシチームです。ビブナシチームから大会です。はいよ。さあ、ビブナシチーム1点リードでキーパーから左サイドへ預けます。戻して真ん中、ビブナシチーム。これで前向きますが、長いボールはずれました。青チームキーパーがありましょうか。青チーム次のキーパーしましょう。最初に戻るかな。あ、11がまだいるか。OK。さあ、2分が経過して残りは4分。ナイスカットからシュートブロック。さあ、ビブナシチームは前からのチェイスがうまくはまります。が、これはコーナーから再開します。ビブナシ。近いところ。うわー、ブロック。オッケー。さあ、持ってきたい。前運びたいが、しっかりとボールを握ります。寄ってくるじゃん、ディフェンダー。落としにしてから、後ろで経由。持ち出し、前、左サイドから。相手も顔出したい。うまくコースが下がれてます。持ち出し、左。中に送りたいが、ディフェンダーがしっかりと寄ってきます。下げて、後ろ、青チームゲット。溜めてから、真ん中、経由ができないか。ブロックしたら、無視。ゲット、ドリブル前運ぶ。シュートは、いやー、水ゼロ、阻止。さあ、ここもカウンターで狙ってきます。さあ、3分ほど経過です。残りは3分ちょっと。青チーム、ナイスアイアン、ターン。近いところ。縦がずれた。さあ、相手からビビアシーム。すぐリスターで真ん中もらいます、ビビアシーム。右サイドへ戻し。キーパー出てきてこれを使う。ゲットはビビアシームです。振って右サイド、ビビアシーム、もう一回。周り見てから、裏を狙う長いボールは、いや、収まったから惜しい。足が伸びてタッチはできますが、折り返しはできて惜しい。
青チームキーパーから正解、3分半キーが前からもう全部プレッシャー。さあこれはめられてもまずいんで真ん中預けにしてから浮かせて左サイドゲット。さあうまく使いたいが、これも筒に三好が回収しなし、先で後ろ。さあ巧みにボールを回すのは三好チームです。左サイド預け、縦、うわ入った、縦、うわ切れました、惜しい。一つかわしましたが2枚目切れました、惜しい。サイドから青、さあ青チームから再開します。近いところ、プレッシャーかかります。あいだけない、いけんじゃないか、いけんじゃないか、ボール青からいけんじゃないか、青からいきましょう、あいよ、いきますよ、青から再開します。さあ青です、近いと投げます。さあ青チームです、ボール握ります、ゲット。さあ持ってから預ける右サイド、あいだ開かないで左サイド、さあ1点返したら 1-0、 あいだ取れないが右に渡った。さあなんとか押し上げたいぞ青チーム、後ろから長いボールはナイスカット、ゲット、しかし青に渡る。さあ決めに来たよ、チーム3枚のフォワードうまく使いたい、真ん中使ったが、これビヨンシブロック、こぼれ、いやーブロック、キーパー正面惜しい、ビヨンシゲット、長いボールです、入ります、ナイストラップ、3枚囲むんですが、うまく反転シュート、いやーオッケー。先にキーパー変わりましょうか、青チーム次のキーパーでいきましょう、ボール真ん中セットでいきましょう、オッケー、いきますよ。さあキーパーのファインセーブからいいスロー、肩で受けて3枚囲まれたところをうまく反転、1点を決めます、 2-0、 ビブなしチームのリードです。青チームから間通します、ナイスゲット、青間使う、タッチ寄ってきます、前はいけないか、ボールを握りながら青チーム、フェアプレーありがとうございます、先で後ろ、長いボール、うわー切れます、惜しい。さあ5分が経過、残り1分、スローで前を持ってきます、入ったぞ、折り返し、わあこれは合わなかった、惜しい。さあ引きつけてから折り返しの格好になったかな、青チームから再開、真ん中預けよう、左サイドは戻し、寄ってくるジェンダー、これ通らずに三好がブロックです、こぼれを勝利してビビアチーム、しっかりと体を入れますが取り返して青ゲット、ナイス。さあ押し上げた、1点取りたい青チーム、左サイドから預けて、あいや入った、折り浮かせたが大きかった、ちょっと大きかった、惜しい惜しい。残り30、ビビアチーム、間預けゲット、ビビアチーム持ってから下げてるでしょ、ビビアチーム回ります。さあもう一回左サイドでゲット、ビヤシ長いボールです、いやーブロック、ナイスキーパー、タッチ流れたボール、キーパーがしっかりと弾き出します、うん、残り時間あとわずか、あいやブロック、コブレの処理、ビヤシ、さあ一つボディフェイントを入れてから下げます、後ろ広げる右サイド持ち直してから回ります、左サイドで戻します、ビヤシ広げて右へタッチ戻して真ん中、ラストワンプレイいきましょうか、ラストワンプレイ、ラストワンプレイです、ビヨシームから前からいきなりプレッシャー、さあこれで捉えきればキーパーも出てるんで、うまくシュートまでつなげていければ1点があるかな、がここも書き出します、まだ生きてます、ラストワンプレイ、ビヨシーム、いやー僕止めた、ナイス、体しっかりと入れる、ナイス、前は、いやーこれでかわします、ナイス、持ってビヨシー持ち帰ってから、さあ決めに行きたい、3点目ビビアチームです、預けて右落として後ろ、さあラストワンプレー決めて終わりたい、右サイドから折り返し、これはブロック青ゲット、さあ1点返したいぞ青チーム、フォアへ振って青、中央を使う、真ん中寄ってきますがドリブル運びながら広がってるぞ、これが切れました、惜しい、ナイスブロック、ビビアチームの2連勝。では行きましょう、ガチの前半4試合目です、ビブナシチーム2連勝中、アップゲームを覗いていきましょう、ビブナシから預けて右、前はいけないんでボールを握るのもビブナシ、さあこのゲーム取って3連勝で終わりたい、ビブナシ前からプレス、青チームです、さあキーパーのボールうまくはめていきたいが、胸で収めたボールをつっついて左サイドで戻したが、これ流れます、欲しい、サイドからボール青、さあ青チームです、早めに1点が取りたい、間どうだ、入った、タッチから、いやー惜しい、ボールがちょっと浮きました、惜しい惜しい、しかし動き出しうまく連動感じてました、長いボール、いやーナイスカット、よく戻ります、青ゲット、預けて右、青チーム持ってから一つドリブル前へ持ち出し、中央を使って青チーム動き直し膨らみます、右サイドから振ってきて、ナイスカット、足が伸びました、ビビアシゲット、相手通して左デースが、これはキーパー勝利、ナイス、さあゲット、青前を塞がれてるか、股抜き、送ったボールビビアシがブロック、送ったボール青がカバーします、寄ってくるディフェンダー1枚、左へ展開、ゲット、青前を塞がってるんでボールを握ってヒールで縦、ビブなし回収です、ボールを握ります、寄ってきます、左サイドで引っ張りました、前からもう全然プレッシャーあげますが、これなんとか取り切れないか、いやビヨシゲット、惜しい、さあ持ち出してビヨシ、左預け、
中央、やーっとこれはクロスがついたか欲しい。キーパー残してないっす。危ない危ない。キーパーゲット。さあ1分半ほど経過して 0-0 まま青チームがボールを回します。左から、さあ1点取りに行きたいぞ青チーム。左預け、フォア浮いてますんで使います。間はまずはキープにしてから左を使います。寄ってくる、前はいけない。ブロック当たってサイドから、ボール青から行きましょう。青チームから右へ戻して中央、間しょいますがボールを握る青、短くなったかな、ナイスカット。さあ青チームから、さあリース青チーム前からプレッシャー、さあボール取りに行きたいがナイスカットですが、ちょっとずれた、ゲット青、長いボールは、いやーブロック、キーパー上がりましょうか。青チーム次のキーパーしましょう。青チーム次の番号しましょうか。青チームに次の番号誰かな。 OK、 あたす、いきますよ。さあ2分が経過して 0-0、 青チームから最下位、真ん中は取り返した青。いやー狙われてます、うまく引き付けて右サイド、ランニングガールド持ち替えて溜めてから右サイド上がれてる、折り返し、いやー OK、 抜いた、ここでうまくニアを抜きます、ナイスゴール。まずはこのゲーム青チーム1点ゲット、ナイス。真ん中に見ましょう、いきますよ。さあうまくキープから上がりを使ってニアを抜きます、1点ゲット、青チーム先制。あーっとこれ動きがずれます、惜しい。さあこの1点を勝利へつなげたい青チーム、ビブなしチームは取り返したいぞ。まずは土点ですが、危ない危ない、動きがずれましたが、これは枠を切れてました。危ない危ない、ビブなしから再開、リッサ入ったが収まらない、惜しい、残します、ビブなしがゲット、下げます後ろ、広がり左を使う、3分経過、残り3分、プレッシャーかかりますが右サイド預け、キーパーから長いボールはナイスカット、こぼれは切ってサイドからやります。3分半経過、ビブなしキーパーから長いボールはどこだ、ナイスキーパー、キーパーこれはバスケのようなブロックでしっかりと弾き返します。あ、いや取れない、ナイスタッチ、ビブなしがボールをキープです、下げて後ろ、前からプレッシャー、キーパーを使ってやらし、さあプレッシャーこれではめに来たよ、自分も連動したい、取り切るか、いや惜しい、キーパー使って右サイド広がります。長いボール。うわ、届かない、惜しい。キーパー上がりましょうか。青チームキーパー上がりましょうか。次の番号しましょうか。はいよ。さあ、4分経過、残り2分が青チームから再開です。あ、いや、ゲット。伸びた。ビューシ回収。もしかして、よし。地上を使ってよし。引きつけながら、うまい。フリックですか、これを。いやー、体に出す。大丈夫、大丈夫、大丈夫。足開いたら大丈夫。オッケー。ビューシから行きましょう。はいよ。ビューシから再開。ビューシです。下げて後ろ。真ん中から右へ振ります、三好溜めてから間通して、三好中央持ち替えてから三好チーム、一旦キーパーまで下げます。さあ残りは1分半、三好チーム長いボールブロック、ナイスゲット青、さあ預けて右サイド、さあもう1点取りに来たい青チームが右サイドから、一旦下げ、フォアも広がりうまく使いたい、さあ持ち替えて青、左サイドが降りてくるんでこれを使う、さあうまく連動して上がってきたい青チーム、中央真ん中あるか、左サイド預けてですが俺短くなって三好がブロック、さあこぼれゲットして三好チーム、もう1点取りに来たいぞ、間が開かない、さあまずは同点に持ってきたいが入ったがブロック、青ゲット、キーパー耐えますがビブナシに渡る、カボレーを返してビブナシ、中央からボールしっかりと握った、かき出したボールはビブナシに渡ります、ゲット左へ持ち替えてから縦、うわー残った、さあ1点取りたい、間ナイスブロック、さあかき出します、これ切りました、さあ虎の子の1点を守ります青チーム、なんとか1点追いつきたいビブナシ、残りは1分、勝ってます 1-0 です、青チームビブナシ右預け、下げて後ろ、前からプレッシャー、左預け、間なんとか逃げて右サイド、またプレッシャー取り切った、体を入れる、ナイスガー、これ一球ない、流れます、そして大丈夫大丈夫、 OK、 大丈夫でしょう。さあ体を張ります、青チームナイス、残り30、青チーム中央預けから逃げ振った、さあ2点目に入れたい、追加点を上げておきたいが、これブロック、攻防レーダー、まあシュートは当たってキーパーがあって、さあ残り時間わずか、長いボールはどうかな、入った落としから右サイド、いやーオッケー、ここで同点弾、1対1ナイス、キーパー叩いて長いボール折り返し、しっかりと2枚目が来てました、ナイス、ラストワンプレイいきましょう、1対1同点、青チームです、1対1同点、持ってから前を下がってる、
さあ、通り返して青チームもう一回左サイドアタッチ。さあ、2点目取りたいぞ。青チーム勝利で終わりたい。前半戦、右サイド預け。折り返したいが、連打が寄ってくる。引きつけながら右サイド預け。間を通したボールはブロック、ビブナシが残します。ナイス。回収よし、先で後ろ。さあ、ビアシームです。さあ、これ取り切れれば3連勝で終われるぞ、ビアシーム。取りに行きたい。ラストワンプレイ。中央入って、左サイド預け。さあ、クロスはどうだ？奥のボールは、いやー、3連勝、ナイス。2-0。2-1。では行きましょう。ガチの後半1試合目です。お願いします。まずはボールを持って青チーム振って中央青です。握ります。預けて右サイドゲット。持ってから下げます。青チーム間通して青ですか。落とし後ろ大丈夫 OK。 左サイド預け。さあまずは後半戦初戦、チームの連携高めていきたい。中央から青ですが、これは2枚に囲まれますが、うまく巧みにボールをキープします。青ゲット。上がりもありますが、ボールをしっかりと握りました。振って右サイド。収めて青。下げて後ろ。長いボールは、ちょっと動きがずれました。さあ、ビブラシチームから再開します。広げて左サイド。間を通してビブラシ。ゲットからボールを握る。前はいけないんで、ボールを握って一旦下げます。ビブラシ。左へビブラシ。持ち出してから真ん中預け。さあ前塞がってるかな。ボールを持って浮かせたボールはキーパーが処理をします。寄ってくるんで中央を使って青チーム前からプレッシャー、なんとか握りたいぞ。下げて後ろは伸びました。惜しい。ビブなしです。真ん中シュートは流れます。惜しい。さあ1分ちょっと経過して、まずは青チームのキーパーから。さあ両チーム先制点を狙いたい。広げて右サイド。まあ1枚抜けていきます。長いボールは当たったボールはブロックです。ビブナシゲット。来るんで1枚やり過ごしてからボールを握る。キーパーに下げ。長いボールで裏へ。これはキーパー処理です。青に収まって右サイドから。さあまずはシュートを狙いたい両チームです。左から青、裏1枚抜け出す動き。ドリブルで真ん中割っていきます。預けて右サイド青。長いボール裏。うわーキーパー処理惜しい。右預け。さあこれで反対前向く。寄ってくるディフェンダーも1枚。さあうまくボールを引き取ってから縦を預け。クロスも顔出したい。間フォア入った。塩から持ち替えてシュート。いやーオッケー、ナイス。ここはまずは1点ゲット。ナイス。キーパー変わりましょうか。青チーム次のキーパーしましょう。ビブなしチームまずは1点をゲットです。エアハイタッチありがとうございます。ワンナルショーいきますよ。さあ青チームから再開です。さあまずは1点ゲットして青チームからボールを握ります。預けて右、広げて左。前からプレッシャーですか。これうまくはめてビビナシがゲットです。プレッシャー抜け切って青回収。さあ取り返したい青チームですが、前を下がってるんでこれはしっかりとボールを握ります。寄ってくるんでなんとか握って近いところ。さあ迫られますがうまく逃げて左へ広げます。青ゲット。間わー取らなかった。欲しい。さあ3分が経過をして 1-0 ビブナシチームです。シューからビブナシ下げて真ん中寄ってくるんで近いところ右持ち帰って下げます。一旦後ろへ左預けてビブナシ。長いボールは流れました。これ切れます。ビブナシも中央引き取ってから回りきます。預けて右、開かないんで一旦下げます。間ブロック、こぼれを処理してビビナシ。間タッチは青ゲット。さあ青チームです。一旦置いてから近いところ真ん中。さあ前から狙ってますがしっかりとボールを回しながら青チームです。間も空いたかな。がボールを握ってから右サイドで展開します。中央狙ってますがなんとか逃げて左サイドへ。さあもう1枚引っ張るぞ。うまく使いたい。間通してタッチからいやーブロック。ナイスキーパー。いかでもか足大丈夫。 OK ボールビアシカリましょう。 OK ビアシカリでいいですよ。あらす行きましょう。行きますよ。あらすビアシカリましょう。さあビアシームから真ん中付けビアシーム。さあ持ってビアシです。長いボールはいやーどうだ。いやー惜しい。
入った入ってない入ってないよね入ってないよね OK 上でしたね OK バックエッジで欲しいごめんなさい先にキーパーがでしょうか先にキーパー青チームを変わりましょうかあざすはいよバックヘッドは上でした惜しいさあ残りは2分を切ります青チームから預けて真ん中長いボールはタッチが入って青に持ち出しから折り返しわー切れます惜しいさあ 1-0 1点を追うのは青チームですサイドからやります残りは1分ちょっとあいだわーブロックもう1回さあ青です動き出しあいだ分からないもう1回下げてやり直し左も広がりますこれで引っ張って左サイドゲットあいだかな引き付けたから真ん中タッチから左をブロックだってもう1回コーナーですさあ青チームここでなんとか押し込みたいリサ、いやー、足元か。ビヨシブロック。さあ、ゲット、ビブナシーム。さあ、持ち替えて、中央から、溜めながら、左サイド預け、振ったボールは、ブロックして、青ゲットですが、こぼれ球が青に入ります。さあ、前に残ってるんで持ってきたいが、これは書き出した格好です、欲しい。残りは30秒ほど、ビブナシーム。そして、青チーム。青チームからリスタート。降りてくる、左。振って、右サイド。寄ってきます、コースをうまく限定。もう一回戻して、左。落としてる人が言えに合うし残り時間はわずか 1-0 ビビナシームリード近いところ一手から前はいけない間通すブロックビビナシーム渡るかな青ゲットこぼれ回収右サイドタッチから一手これはブロックですこれは切っていきますさあ残り時間はわずか青チームか左へ広げます寄ってきますんで一旦下げますさあ1点返したいのは青チーム 1-0 ビハインドキーパーから長いボールはいやスルーにしてからボレーはいやーオッケー1対0点終了間際劇的ゴールが得意ナイスゴールラストワンプレイいきましょうかラストワンプレイ真ん中でしょうラストワンプレイもうワンプレイいきますよボールあざすいきますよ1対1ラストワンプレイいきましょうラストワンプレイ長いボール収まっちゃおうあと右、いやーブロックゲットから右サイド預け折り返しわーブロックオッケー痛い状態では行きましょうガチの2試合目です先ほどのゲームは 1-1 同点両チーム点取りに行きたいが青に渡りますさあ握った青左に広げ縦選択タッチ1枚やり過ごしてから落として後ろさあ、ヘッド広がっていますが、前からのプレッシャー。ナイス、いい出した。ビビナシゲットから、ドリブル前から、いやー、これは残れないか欲しい。前からしっかりとインディズムを狙ってきます、欲しい。さあ、青から再開します。リスト、青、近いところ。持ちます、青チーム。左へ振ります。一旦下げてから、右サイドも降りてきて、角度を作ります、ゲット。持ち出し前、ドリブル。やり過ごしてから、やり直し。左へ振りました。間使う。いやー、狭いエリア。狙われてますか左サイド預け持ってからもう角度を作りたいさあ背負ってますうまくフォローしたい背負いながら前を向きますが持ち出しは2枚目のブロックが来ますこぼれ当たって切れましたこれをうまくマイボールにします 青チームゲット広げて右さあ前もう一部ナイスカットいい出しゲット出し持ち出してから折り返し入ったなやーオッケーナイスこれはいいインタビューからしっかりと折り返しました青から行きましょう。行きますよ。さあ、ミックスから来て、1ゴール、1アシスト。いい出足で貢献します、チームで。ビヨシです。アイア使う。タッチ。収めてから、前はいけない。ブロックしたのはビヨシ。ゲット回収。広げて右サイド。縦、右サイド。わー、切れました。惜しい。1分半ほど経過して、青チームです。リスト、青チーム、右サイドから。前からプレッシャー1枚。ボールを握ります振って左へ収めて青寄ってくるディフェンダー間通すナイスカットいい出しだドリブル運んでから溜めて間取らない青ゲット続いても左サイドから、うん、ボールをキープしますさあ早めに1点返したい青チームですこのゲームも1点を展開間使って青フリック左サイド受け取って一つボールをキープしてから浮かせて右からこれ届かないでほしい浮き玉で裏を変えますビブなしから右手拍子近いところ降りてくる右サイド反転前長いボールは
届かないかもしれない。ナイスカット。青チームしっかりと寄りました。先にキーパーがでしょうか。先にキーパー青チームがありましょうか。次のキーパー行きましょう。青チーム OK 行きますよ。2分経過してビブーナチーム、いやー OK ナイス。ここはしっかりとニアもらってから決めていきます。2対0行きましょう。得点の匂いがしてキーパーも出てきましたが、これは関係なく1点ゲット。青チームから再開。青です。近いところ寄りながら何とか逃げたいぞ。前からプレッシャーかかります。さあ1点返しに来た青チームです。おためてから真ん中タッチしたボールはビブなしが寄ってきますが、取り切れないか。青ゲット左サイド預け、これでカバーしてメシナイス。うまくボールを握ります。メシームためてから前はいけない。ボールをしっかりと握って右サイド預け、タッチは体で青ゲット相手使って青。さあ1点返しに来た左サイド預け、いやータッチだ。ナイスブロック。カットしたボールビブなしが収めます。さあここはいい守備です。ビビアチームです。プロクションの青前に行かせない。さあ 2-0 大展開。青チーム返しに行きたい。まずは1点目丁寧に右サイド、これで前向く。ホーム1番引っ張ってるぞ。真ん中使って青、左も引っ張る。これ預け、広がり右サイドを狙ってます。縦へ戻します。前持ち出します。これ当たったボールうまく止めた。下げて後ろ、うまく相手顔出したい。持ち替えて一旦後ろ。青チーム降りてくる右、真ん中を使う。ゲット引き取ってから前行けない。ボールを握りながら青、下げてボールを後ろ、間通す。タッチは当たったかな、当たってないか。失礼。ビビなしから行きましょう。先にキーパーからでしょうか。先にキーパー青チーム変わりましょう。青チーム次のキーパーしましょう。オッケー。さあビブなしから再開です。4分経過残り2分。さあ 2-0 ビブなしチームです。中央から開かないんで左サイド。さあ持ち替えて右サイドビブなし、間開かないんでもう一回左へ持って左サイドゲット。さていいボール入るぞ。ゲットからいやーずらしてよく打った。ブロックしたのはビブなしチーム。もう一回シュートブロック、こぼれを処理して青、かき出す左へ。いやーいいカバーです。ビブなしゲットです。あいやいけない。左右へ切っていきます。さあビブなし預けて右サイド持って中央左へ。さあ青チーム取り所を見つけたい。キーパーまで戻り、フットボール右、アイアトースずらしたボール回収。ビューシー左はナイスカットですが、こぼれはビューシーゲット。縦預け、さあもう一回もらい直したい。持ち出してから、いやーオッケー。ここは振り抜いて 3-0 突き放します。ビブナシームナイス。残りは1分いきましょう。いきますよ。さあここで突き放して3-0。さあ返しに行きたいぞ青チーム。まずは1点上げに行きたいぞ青チームです。さあボール回して後ろから青、長いボールはこれキーパーに戻りです。キーパーから長いボール収まりますが、寄ってくるユンダーしっかりと攻めます。ナイス。こぼれは処理して体を入れて当ててさ切ります。さあ残り時間はあとわずか。ビブナシチームから 3-0縦預け、フリックちょっと短いか。青ゲット、コールゲット、中央入っていくが前はコースがない。ボールを握ります。反転前は行かせない。さあ青からです。さあ探して青チーム、近いところ戻し、左後ろから縦折り返し、わあ当たったボール入ったが折り返せない。ラストワンプレイいきましょう。ラストワンプレイ、ラストワンプレイ左へ。ラストアンプリー、さあ1点取りに来た青チーム。いやーブロックした。ゲットから持ち替えてシュート、いやーブロック。こぼれビューシーの勝利、寄ってくるんで下げます。さあもう一回取り直したい青チームですが、ビューシーに渡る、左へ預け、方は広がったが行かせないで残しますが、寄ってくる。さて預け、右サイドゲット持って青、キープをしながら左は切れました。足 3-0 ビューシーの勝利。では行きましょう。青から再開ガチの3試合目です。1試合目は引き分け、2試合目はビブなしの勝利でした。これは回収してビブなしゲット、左サイド預け、いやーこれは当たんなかった。惜しい。さあ青から再開します。このゲーム1勝欲しい青チーム、まだ勝ちなし。タイムリー、いやー収めはどうかな。ゲット青、預けてからビブなしがブロックです。欲しい。ビブなし縦、左サイド預け、収めてから右サイド、いやーこれキーパーブロックです。ナイス。こぼれ OK、 ここでビブなし押し込みます。
真ん中から行きましょう。青チームです。行きましょう。行きますよ。青から再開します。さあまずは先制点ギブなしチームです。ミックスから移動でガンガン点取ります。2ゴール1アシスト。当たったボール残します。青ゲット。持ってから青、前を下がってる。ブロックシー、ビーシーが2でボール回収。長いボールは青に渡ります。さあゲット青、左サイド預け、前狙ってるぞ。いやー、いい出やした、読んでました。ビーシーゲット預け、いやー、オッケー、ナイス。オンゴールを誘います。ナイス。2-0 ビーシーリード。これはいい出やし、読んでたボールインターセプトからゴールつながります。ナイス。いきますよ。さあ1分半が経過して青チームから再開します。右サイド、さあ青です。預けて右、前を下がってるんで回します。左サイド、さあ1点取りに来たい青チーム。まだまだ時間はあります。振って右、持ち出しから前はいけないんでボールを握ってからキープ、下げてやり直し。青、長いボールです。ナイスカッター。ビブなしゲットから左サイド預けます。持って縦を使う、ビブなし折り返しは青に渡りました。左サイド、よく言うんだ。チケットボールを見てます。アイア取れない。ビブなしがチケット締めました。中央を使ってビブなし回収、左を上がらせる。フォアも広がってます。股抜きで真ん中預け、振ったボール届かない。青ゲット、1枚来るんでかわしてから右サイド、短くなりますがボールを握りたい。ビブなしゲット、アイア取れない。ブロック、足元気をつけて、サンキュー。ゲット、ナイス。体を入れました。ビブなしに当たります。さあキーパーから長いボールがヘディング、うわー、これなります。青チーム先にキーパーからでしょうか。青チームからはキーパーからでしょうか。あたす、いきましょう。2分ちょっと経過して青から再開します。さあ青です。預けて真ん中、長いボールは引っかかりますが青に当たった。さあ 2-0 青チーム1点返したい。右に預け、前はいけないか。ボールを握りながら寄ってきます。ブロック、これは切ってきました。さあ入れがりした。さあビブなしです。3点目を狙ってます。間を使う、狭いエリア、一旦下げ、寄ってくるんでキーパーを使ってやり直し。左右確認をしてから長いボール1本、収まらない。ちょっと回転かかってマイナスになりました。青から再開、3分経過します。残り3分。さあ1点返したいぞ青チーム。回って真ん中預けます。左右確認、左へ戻し、前は狙ってるんでもう一回真ん中預けます。左やつか、落とし。さあキーパーから間は通らない。ブロック当たって残ります。でも体を置いて青ゲット、ナイス。ゲット、前を向く、ダダダダ、惜しい。これ切れました。さあ板からいきましょう。さあビブなしチームです。後ろから真ん中使って、いやー引っかかった。これゲット危ない。ビューシがなんとかキープです。これは回収、背負います。さあ握りながら、ビューシー前はいけないんでボールを握りながら立て、いやー入った。左にした、折り返し、いやーポスト、ポストです。惜しい、ちょっと足りなかった。青ゲット、キルで戻し。さあ押し上げていきたい青チーム。まずは1点返したい。縦入る、タッチですがブロック入って、ビューシーゲット。さあ3点目狙いたい。ドリブル真ん中割っていったぞ。ここは決めておきたい。シュート、いやーブロック決まらない。決まらなかった。キーパー変わりましょうか。青チームキーパー変わりましょう。次のキーパー行きましょう。 OK。 さあこれが決まらずに 2-0 のままビューシーです。右サイド入ってから折り返し、ワーブロック、ニアしっかりと締めます。こぼれ球処理、ナイス。ビューシーゲット、もう一度前はいけない。青ゲット、フォア広がります。長いか、ちょっとなかった、惜しい。これはなくなります。残り1分半を切って 2-0。 さあビブなしチームがリードを保ちます。うわー惜しい。いいボールですがちょっと伸びました。青から縦預け、中央ビブなしがカバー、寄ってきます。体をうまく入れた、ナイス。下げてみましょう。ビューシー、キーパーも角度を作ります。さあうまく取り切れればゴールは空いてるんでチャンスはあります。青チーム間、うわーカバーした。青左振った、さあ前も顔出す。さあうまくつなぎいきたいがプレッシャーかかりますがボールなんとかキープ。あずけて真ん中、寄ってくる後ろからボールをしっかりと握ります。ゲッター右サイド、ナイスタッチ。ラスト30いきましょう。ラストは30、青です。ラスト30、
預けて真ん中落ち、前上がない左サイド預け、一人ます残した、広げて右サイド、うまくかわして前へ、しかし追ってきますディフェンダー、さあ前は行けない、青が逃げて何とか逃げます、さあ残り時間あとわずか、取りに行きたい青チーム、縦間収まる、持ってから右へ振ったボール流れます、惜しい、ラストワンプレイ行きましょうか、ラストワンプレイ、ラストワンプレイ、さあビブなしからラストワンプレイです、さあ3点目で狙います、ビヤシ1点取りで青預け戻し短いぞーっとずれた、これはプレーズボールずれました、2勝1分けビヤシでは行きましょう、4試合目です、お願いします、2勝1分けでビブなしが勝ってます、青チーム1勝して終わりたい、ビブなしは負けなしで終わりたい、青から再開です、5分ちょっとぐらいのゲームで最後回していきます、青チームです、預けて真ん中左サイド戻します、前へ下がってるんでボールを握りながらキーパーを経由、降りてくる右サイドを使う、相手も顔出したいが塞がってるんで一旦真ん中へ、長いボールで右サイド、わーこれカバーしたボール、こぼれは青に渡りますがディフェンダーが寄ってくると、これ見送ってキーパーボールに、キーパーボールにします青チーム真ん中、さあ追い込まれるちょっとまずいか、一旦やっとこれがずれたが出ましたね、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 コーナーからいきましょう、コーナーからいきましょう、コーナーからいきましょう、あいや青下げて青ゲット左持って青、あいや預け前向きます、青寄ってきますがしっかりとボール握る、さあこれはちょっとフォローがないからキーパーで戻し、青です長いボールは切れます、さあ1分が経過します、ビブなしから再開、これでボールがビブなしに渡りました、さあ真ん中預けビブなし、右タッチ落とし中央、わー届かない、さあ最後のゲームは静かな立ち上がり、さあ両チームガンガン点取りに行きたい、ラストマッチ青チームです、さあ前も下がってるのもう一回右サイドから左に広げる、さあ裏もうまく一枚引っ張りたいがなかなか前からのプレッシャーが剥がせない、青チームです、左から、いや追い込まれてまずいか、ブロックして見出し取ってから預けて間、いやー打ち切れない、打ち切れない、青ゲットずらしてからゲット青、左サイド預け、さあこれで人数少ないんで上がってきた、青チーム勝負仕掛けたい、左サイド預け折り返し入った、どうだ、いやー惜しい、飛び込みますがキーパー何とかやって、長いボールはブロックしてキーパーに戻り、青ゲット前からプレッシャーナイスさん、さあゲットし、青チーム上がっていく、さあ1点取りに行きたい、コース限定右サイド預け、クロスを送りたいがブロック、キーパー上がりましょう、青チームキーパー上がります、青チーム次のキーパーしましょう、はいよ、さあ青です、振って左、いやー短いかブロック、しかしこれ取り出しちゃおう、さあ押し込みたいぞ青チーム、1点がまずは欲しい、青です、間預け、さあ下手から1枚引っ張ります、ポストになってから左サイドはブロックです、切れました、さあ2分半ほど経過します、青チーム右サイド預け、中央を使って青チーム寄ってきますが、これ短くなって左へ渡って青チーム下げて右サイド回して真ん中左へゲット、前はカバーしビアシーム、さあ運びます、ビアシーム右サイド預け、中央を使ってビアシーム左へ振りました、折り返し、わー触れない、いやーブロック、もう一回、よしハンド取りましょうか、取りましょうか、ハンドでしょうか、体立ってボール青チームの後ろでしょうか、ハンド取って青からでしょうか、よいよいしょ、青チームから再開です、青チームです、ハンド取って青チームから再開します、持って右青チームです、さあ長いボールはブロック、ビバシームゲット、さあ取り直したいビバシームドリブル前からシュヤー、力が足らない力が伝わらない、今日は点が取れません、青チームさあ回収してナイス回収、青チーム持って前塩引きつけながら青チームゲット、運んで右サイド折り返し届かない、さあキーパー運びます、左ブロックキーパー最後変わりましょうか、青チーム最後キーパー変わりましょう、青チーム最後キーパー変わります、3分半ちょっと経過、はいよキーパー次の番号しましょう、 OK 行きますよ、よいしょビブなしチームから再開です、残り1分半ほど、ビブなしです、長いボールです、
どうかな、いいボールだ。がーこれ風が乗りました。惜しい。ボールが思ったように乗ります。アーチ見せた。背負ってます。先で後ろ取り返して見足。前はいけるかな。狭いエリア。ボールをうまく握って地上入った。右サイド送り返し入った。いやーこれ右です。惜しい。さあ 0-0 のまま残りは1分ちょい。青チームです。右へ預けます。戻して中央間受け取ります。もう近いで青左上がらせる。さあ前上がらないか。行った先ナイスカット。足が伸びます。さあ1点取りたいぞ青チーム。戻して真ん中青右へ縦ブロック。さあ入れ切ります。さあ青チーム押し込んで1点が欲しい。ビブなしもこのゲーム勝ちに行きたい。左から持ち出し、アイデア使う、抜けた、入って、折り返し、ワーブロック大丈夫、味方、足元、オッケー。キーパーブロックしっかりとディフェンダーとキーパーとしっかりとコースを防ぎにいます。長いボール。入ったが収まり、折り返しブロック、もう一回、サポートもしたい。いやーと、これはハンドですね。ハンド取りましょうか。ペナにしましょうか、ペナにしましょうか、オッケー。せっかくなんでペナにしましょうか。いや、返してない返してない。フィナーにしましょうか。第2スポットから行きます。第2スポットから行こう。OK。いや、俺いける？キーパー変えてもいいよ。ここはキーパー変えてもいい。どっちでもいい。残り時間はわずか。誰でもいいっすよ、キック。ホイッスルで行きます。絶対決めよう。キーパー行く？ OK。行きましょう。いい、決めますよ。ハンド取って。ペナルティ、キックは、いやー、綺麗に決めた。MVP 有言実行、1点ゲット、ナイス。真ん中から行きましょう。今戻りましょうかね。あたす戻り、オッケー。ラストワンプレー行きましょう。ラストワンプレー行きます。さあ1点ゲットです。リブなしチームから青預けた。いやー惜しい。さあラストワンプレーです。ラストワンプレー時間からラストワンプレー。リブなしチームゲット。前はいけない。ブロックした青。さあ1点リードしてます。リブなしチーム右サイド預け。落としがずれました。惜しい。本日はここまでです。お疲れ様です。本日もコサルのおぼりだにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは本日一番盛り上げてくれた、頑張ってくれた MP の発表をしていきます。今日は、こうから見事なキックとスローインがバチバチピタッと決まって今日は精度を高く保ちました。そして今日多分負けなしですね。 MP 今日一年あなたにしたいと思います。おめでとうございます。何か一言言ってきますか。次回は点取ります。次回は点取ります。点取り宣言です。ありがとうございます。